はいどうも、タカと申します。それではね、第2回やっていきましょうか。で、前回行った顔のやつね、ヘノヘノムヘジじゃないよと、あれをもうちょっと綺麗に書いたやつがね、この左側にあるんですよ。これね、これ赤ペンでいこうか。これね。で、今回はこれをベースにちょっとずつその目の大きさ、比率、鼻口の位置等々変えてね、まあ、顔がどんな風になっていくかみたいなのをちょっと検証していきたいなと思う。なんならもう検証はそういうのがあってもいいんじゃないかということでね、ちょっとやっていきたいなと思います。で、基本的な顔の比率の話は前回したので、今回もサクサクっとコピーしてやっていきたいなと思います。でね、これフォルダーにね、こう髪と目とね、輪郭でもうすでにね分けてるんですよ、これ。なので、いや、まずはね、まあ、ちょっと目を大きくして下の方につけるっていう、まあ、定番のパターンをちょっと試してみましょうか。こんな感じでどうなるかよ。まあ、縦長でね、下の方につけて、なんならそのまま目も大きくみたいな。よっ。もうなんならもう 10% ずつぐらいこう、大きくしちゃおうとね。うん。今回ちょっとはい。画面の方のね、範囲とか変えて、ちょっと前回あまりに重かったんでね、動画が。ちょっといろいろ今回検証して、違うやり方していこうかなと。思ってます。はい、ということで、話すか、目が近いかな。はい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 。お、化け物みたいになった。危ない、やりすぎたよ。3回ぐらいいくかよ。うん。で、さすがにもうちょい、こういうのね、やってると意外と楽しいんですよ。ほんとね、皆さんもね、ぜひやってほしいんですけど。あ、顔ってこんな風に変わっていくんだ、みたいな。口ね、個人的にちょっと下目につけるのが好きなんですよね、っていう。もう、ね、完全なもう、趣味の範囲です。はい。鼻はもうちょい下かな、この場合は。ね。な感じ。うん。で、目でっかくしたんでね、ちょっと拡大して書き込んじゃおう。このままだとちょっと抜けて見えるんで、あ、赤になってる。ちょっとこう書き込んでいっちゃう。10ポイントにしよう。これでバランスを取っていくと。ほいほいほい。ほいほいと。ほい。ほい。ほい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 。交際ね。交際ってのはこう目のこの、白目のとこにぴょぴょぴょって入ってる、これ。ほい。こんな感じでして、まあ、頭はまあ、このままでもいいと思うけど、どうしますかね。気持ち横にでかく。やってみますか。はい。ということでね、いかがですかね。これがまあ二つ目として、ちょっと目描き足しはしたんですが、ほとんど配置を変えただけなんですね、これ。具体的に何を変えたかというと、まあ、目大きくして、まあ鼻と口をちょっと下に下げたと。で、髪の毛もちょっと横に広げたみたいな。そんな感じのことやると、結構、やっぱ変わるんですよね。絵っていうのは。うん。もっとやってみましょうか。物はたまに、こんなのね、もう、こういう時じゃないと失敗なんてもうできないんで、もう失敗しちゃおう。どんどん失敗しちゃおう。実験っていうのはね、
やりすぎるぐらいがね、ちょうどいいんですよね、やっぱり。うん。あ、来い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 。目をね、近づけてみましょうか。今度は逆にね、こんだけ目が大きくなっちゃったんで。で、輪郭いじってみよう。よっ、こんな感じ。ちょっとあの、おもながの顔をね。目ちょっとやりすぎたな。ちょっと縮めよう。はい、ちょっと縮めて、下の方につけて、はい。で、顔のパーツをもっと下の方にこうつけていくと。こんな感じでね。下に下に。うん。もうちょっと目離してみようか。いっそね。ほい。ほいと。そして、まあ目を下に下げて目も大きくしているということは、まあデフォルメが強い、もしくは年齢が下がっているということで、頭、でっかくしてみよう。気持ちでっかく。はい。ちょっと前髪足しますかね。あの、前髪でね、頭でっかくさせる。ちょっとこう、ボリュームが減ってきたんで、ボリュームを増やすという意味で、ちょっとこう、髪の毛を足していくと。基本的には同じような髪の毛だけど、こう、バランス取り。としてこう、で、丸く収まる感じ。全体はね。うん。はい。どうでしょうかと。ちょっともう、ここまで来ると、こうちょっとこんなの見れたりすると、あらもう、だいぶ変わると。こんな感じで。そしもう一つ、まあ最後はもう、なんか、配置の、あ、入んない。ちょっとちっちゃくするか。よっ。で、最後はね、まあ配置じゃなくて、よっ。なんかちょっと目の形変えてみますか。よっと。目の配置がやっぱ一番大事ではあるんですが、で、最後にこう、まあ、釣り目にするか垂れ目にするかで、まあ、ちょっと垂れ目っぽい目とか、ちょっと変えてみたりしてね。こういうのもね、失敗してもいいんですよ。練習、実験なんで、実験枠の時はね、こういうところでビビって変えちゃうとね、やっぱりこう、面白みがないし。まあその、勉強するときにね、何でもそうなんですけど、思い切って条件を振るというのがすごく大事でね。そこビビっちゃってね、なんか下手なのどうしよう、変なの見られたらどうしようとか、こう、言っちゃうと、あんはーんって言っちゃうとね、うん。なかなか上達もしないんじゃないかと、思うわけなので、でも上から書くのもなかなかね、難しくて、勇気がいるんですが、まあ、こんな感じで、ちょっと思い切って。すげえ昔のゲームのキャラの顔みたいになりそうで、怖いけど。まあ、意外と嫌いじゃない。嫌いじゃないよ、そういうのもって、ね。はい。眉毛もちょっといじってみますかと。太眉とかにしてみますかも。なりそうだった。こういうのね、考えてないですからね。書いてる最中に、そうなりそうな予感がしたから、そうしました、みたいな。よし。ほい。ほい。はい。これを消して、よっ。さすがになかなか、あ、でも、すげえ昔のキャラにそうなんかこういうの。ということで、まあ、ちょっと離れすぎたかな、これ目がもしかして。そうだね。ちょっとこっちの目行きすぎてるね。こんぐらいか。ほい。と、よし。ということでね。こんな感じですよ。4パターンね。1,2,3,4。一番左が一般的なバランスで、右に行けば行くほどどんどん、まあ、デフォルメ化をしていってると、そんな感じで捉えてもらえればいいかなと思います。
まあ、最後ね、せっかくなんで、こう、目の位置とか、こう、引いてみましょう。こういう感じですね。はい。これ全部、コピーするときに、そのまま左に移動させてるんです。あ、ごめん、右だ。そのまま右に移動させてるんで、目の位置とかがどんな風に変わっていってるかとか、口の位置がどういう風に変わっていってるかとか、結構一目瞭然で、わかりやすいかなと。はい。ということで今回はね、こういう元の顔があって、それをどんどんいじっていくとどんな顔になるかっていうのを試してみました。で、こういうのが分かってくると、仕事とかでね、こんな顔描いてください、こういう性格のキャラを描いてください、年齢こんなぐらいのキャラを描いてくださいって言われた時に、まあ割と対応しやすくなるというね、利点あるんで、まあ皆さんもこういうのはちょっと遊んで自分の中の引き出しっていうのをね、増やしてみてはいかがでしょうか。ということでね、今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。